松原団地前景建て替えを待つ松原団地松原、団地前景建て替え中の松原団地草加松原、団地は埼玉県草加市にあった旧日本住宅公団造成の UR 賃貸住宅。1962年に入居が開始され、完成当時東洋最大規模と言われたマンモス団地であった。老朽化したため順次、コンホール松原として、 建て替え事業が行われている。団地は A 地区 D 地区に区分されており、西側は国道4号に面し、東側は東武伊勢崎線、独協大学前駅に隣接している。第一期の入居募集は1962年12月15日から1963年2月末にかけて実施されたが、 780個の募集に対して1725件の応募が集まった。全住居5926個の内訳は 1DK が1376個、2DK が2208個、3K よび 3DK が1680個、テラスハウスが659個である。また入居開始時の家賃は8000円から16000円に設定され、家族収入が 家賃の5.5倍以上であることが入居条件とされていた。会社役員や官僚なども居住したため、朝の通勤時間帯には、迎えのハイヤーが列を作る光景も見られた。各地区には商店街も存在するが、居住者の高齢化や生活スタイルの変化により、近年は閉店する店も多いようである。また、独協学園の大学建設計画に、 東武鉄道も関与して松原団地の隣接地区に校舎を誘致。1964年に独協大学が開学している。団地内敷地は水田地帯を開発した低地帯で1970年代以降、台風や大雨によって電雨川の水位が増すとしばしば冠水被害を受けていたが、1984年の新米排水機場、 1985年の電宇川、排水機場の稼働以降、冠水被害は激減した。さらに、東京外環自動車道の建設に合わせて、1996年に綾瀬川放水路が整備されて以後、大きな冠水は起きていない。草加松原団地は、都市再生機構による建て替え事業の対象となっている。UR、独協大学。 民間事業者との連携のもとで良好な都市型住宅地として調和の取れた市街地形成を図り快適でゆとりある都市空間を創出することとしている2003年3月に第1期事業が開始され草加松原団地の解体は2020年度までに完了した再開発事業は旧松原団地のエリア別に以下の通りとなっている 松原団地駅西口から D 地区までを朝日自動車越谷営業所が路線バスを一部循環で運行している。独協大学前駅西口駅前が再開発されるまでは比較的交通量が少なかったためバスはほぼ定時で運行していたが朝夕は交通量が増えまれに遅れることがある。ありがとうございます。